全国の皆さん、こんにちは。ただいまから2021年三一びきに記念の集いを始めさせていただきます。本来ですと3月1日の第五福竜丸が被爆をいたしました日にちなみまして、その前後に三一びきに記念の集いを第五福竜丸展示館がございます夢の島公園の会議室、あるいは都内の会場をお借りして開いてまいりましたけれども、今日はオンラインで各地の皆さんにご参加いただくという形で集いを進めたいと思います。私が今おりますのは第五福竜丸展示館から徒歩5分ほどの東京スポーツ文化館の会議室にてこの会を持ちますけれども、会場には今日お話をいただく講師の皆さん、そして若干の第五福竜丸平和協会主催者の役員の皆さん、そしてこのオンラインの催しを円滑に進めるための技術スタッフの皆さんと事務局がおります。会場は23名という定員で限定されておりますので、このような形で開かせていただきます。全国からは約60名を超える皆さんがご参加いただいていると聞いております。私は都立第五福竜丸展示館を管理運営いたします公益財団法人第五福竜丸平和協会の安田です。よろしくお願いいたします。本日の集いは、昨年秋に第五福竜丸が日本船舶海洋工学会により船遺産との認定をいただきました。今日はこれをテーマに、貴重な木造船としての第五福竜丸について専門家の方々からお話をいただきます。長く福竜丸を保存展示していくためのさまざまな知見を専門家の方々からご提供いただき、共に学び共有したいというように考えております。それでは早速ご講演の内容に入っていきたいと思いますけれども、最初に二藤和彦さんから第五福竜丸の長年見守ってくださり、35年前には大補修を中心になって担当してくださいました木造建造物文化財の保存修復をずっと手掛けていらした方です。それでは新藤さん、お願いいたします。この度は日本船舶海洋工学会の船遺産認定、どうもおめでとうございます。ただいまご紹介いただきました日東でございます。本日はこの認定されました船遺産の評価について、見てまいりたいと思います。私は昭和61年の船体修理に携わりました。今から約25年前のことで、当時はまだ30代でありまして、かなり今張り切っていた時代だと思います。この海洋工学会からの船遺産としての評価は、西洋型肋骨構造による現存する、唯一の木造カツオマグロ漁船になります。この評価には昭和61年に行われた大修理の内容が大きく影響しており、私はこの半解体修理の設計管理を担当したものです。ところで最近ですね、日本の木造建築の修理技術っていうのが、ユネスコの伝統建築工匠の技、匠の技として登録されました。登録された17件の伝統技術のうち、私が関係しているのは、建造物修理と建造物木工になります。当時私は文化財建造物保存技術協会に属しておりました。第五福竜丸の船体の保存工事は昭和60年から61年に行われ、私はこの工事の設計管理の担当になったわけです。しかし私には木造船修理の経験がありません。そのため修理は建造物修理の
まあ、原則に準じて行いました。文化財収に関する世界的な、まあ、約束ごとですね、としてユネスコの認識検証というのがあります。でそこには、まあ、遺産の解体禁止とか現状変更の禁止などがありますが、重要なのは、まあ、オーセンティシティと厳守ということでありまして、これは、まあ、本物を残すということを、まあ、意味しております。この私の木造船の知識というのは、まあ、神田の古本屋で見つけました2冊の、この技術書ですね。これが、バイブルとなりました。いずれも戦前の出版になります。最初に第五福竜丸の歴史について簡単に見てまいりたいと思います。船体に関する略年法を作りました。でこれで見ていただきたいと思います。この年表には、まあ、年代、船名ですが船種、業種、所属校、それに保存対策の項目があります。まず、昭和21年の建造から29年にビキニで、被災するまでの、まあ、8年間です。この間はカツオマグロの遠洋漁業で、活躍していた時代になります。昭和22年4月、大久保福竜丸は和歌山県小座造船所で浸水しました。船名は第7琴白丸、船主は寺本正一さん、カツオ釣り漁船で、所属港は神奈川県の三崎港でございました。その後昭和27年には、まあ、マグロ榛縄漁船に改造されました。カツオ釣り漁船に、まあ、特有な先の張り出しが、まあ、撤去されまして、原門とかラインホーラーなどが設けられて、船の形が少し変わりました。でマグロ漁船に改造後すぐに焼津の西川さんに売却されまして、船名が第五福竜丸と改名され、所属港が三崎港から静岡県の焼津港に変わりました。そして昭和29年、まあ、南太平洋で操業していた時にアメリカのビキニ水爆実験に遭遇しまして、放射能を受けてしまいました。この事件は日本に大きな騒動を起こしたということは、まあ、皆さんもよくご存知のことと思います。次はですね、このビキニ被災から船体が放置されて展示館に収納されるまでの23年間について見てまいります。被爆した船は放射能など各種調査を行った後、昭和29年に日本政府が買い上げまして、文部省の所管といたしました。文部省では東京水産大学の練習船はやぶさ丸に改造しました。練習船として改造された箇所は中央部に新しい学生室が設けられ、学生室ですね、でマグロを収納するための漁槽が小さくなりました。その他船長室などのある船橋は、まあ、もともと木造だったんですけども、それが鉄製に作り替えられております。木造船の
耐用年数は20年と言われておりまして、ハヤブサ丸もちょうど戦前20年となった昭和42年に廃線となってしまいました。戦後の船体は民間業者に払い下げられましたが、その時付けられた条件、払い下げ条件は、船を解体してくず化することでした。しかし払い下げを受けた業者はすぐに他人に転売し、さらに別な業者に渡ってしまいました。最終的な船体の所有者は、カナになるエンジンとか無線機などを売却して、残骸化してしまった船体というのは今の夢の島に放置されたわけでございます。で、放置された船体はその後10年間にわたって、夢の島にゴミとして捨てられました。放置されました。その後船体は浮上と、沈没を繰り返して木簿の普及が進みました。船体普及の、根源的な原因というのはゴミとしてのヘドロとか普及菌、塩分ですね、それからいろんな有機物、そういったものの付着などによるものでありまして、特にこう汚染された海水ですね、これは木造船にとって大きな被害を及ぼす元になったと思います。この放置された10年間というのはいろんな出来事がございました。その一つが第五福竜丸保存委員会の存在でございます。で、保存委員会は、当時の東京都知事美濃部さんを中心として組織されて、船体の緊急保障を補修や、将来の保存場所などについての、検討が行われております。保存委員会の方針で、大興福竜丸の船体を保存するためのさまざまな対策が実施されております。船体は、東京都が所有することですね、東京都が所有すること、船前を大興福竜丸に戻すこと、大興福竜丸平和協会を設立し、船の維持管理を行うこと、そして展示館を作ってここに船体を収納し展示することがことなんです。で、昭和51年放置された場所に展示館が作られました。放置されていたほぼ同じ場所に展示館が建てられて船体が収納されたわけです。で、次はですね、船体の展示館収納後の普及進行から、保存庫に至る8年間について見てまいります。展示館に収納したときは写真を見ると喫水線が通っておりまして、船体構造がしっかりしていたということが分かります。しかし、展示館に収納後すぐに破損が生じて、急速に進行したとみられます。その結果、ここに見られますようにはやぶさ丸改造後の図面と比較して1メートル前後ですね、船首と船尾が垂下してしまいました。この船体復旧の急速な進行を重く見た東京都は
昭和51年に船体補修に関する専門家調査を行いました。これですね。この船体調査に基づいて専門家は船体に関する報告と要請を行っております。そして座長を務められた竹花先生は、大幸福竜丸は豆腐のようなものとの評価をされております。昭和60年にはハンカー大衆の保存工事が着工されました。で、建造されて40年目、展示館収納後わずか9年後のことになります。収納のために移動していた時はまだしっかりしていた船が折れてしまって、挫屈してしまったわけです。で、次は昭和61年の2カ年にわたった保存工事の内容について見てまいります。この修理の方針としては半解体修理で工期は1年3ヶ月です。設計管理は文献協工事行方は落合組です。で、この落合組さんはですね、飛び引き屋を専門とする会社で、福龍丸の展示館収納工事を担当しております。それから船大工棟梁ですね、これには横川博さんが当たりまして、地元の南砂にお住まいでしたんですけども、若い時は全国のこういう造船所を渡り歩いていたという、ベテランの船大工になります。で、これは昭和60年に保存工事を開始した時の写真で、コンクリート下台部分で船体が折れているのが分かります。ここで折れてしまっております。収納してわずか10年で大きな変形、復旧が生じておりまして、多分収納後2、3年後にこういう大きな破損が生じているものと見られます。で、船体を固定して保存する方法には、大きく面支持と転支持の方法がございます。で、面支持というのは、このようにですね、水中に浮かべた時と同じように、一体構造としての船を支える方法でございまして、で、水上に浮かべた時と同じように陸上に埋め込んだりするものです。これは明治丸の例であります。で、もう一つは天支持ですが、大工福龍丸のように、点で支持する方式で、この方式には見ましたように、支持点でこう折れる可能性が多くあります。それからこの写真は船体内部の破損状況です。まるで幽霊船のようにですね、腐れた部材とか木肌というのが垂れ下がっていて、ひどい状況になっておりました。で、船体が崩壊しなかったのは、内部に設けられていた足場パイプですね、これによって、支えられていたからであります。で、これは普及の詳細なんですけども、豆腐のような船ということがよくわかると思います。
で木だけが腐れているわけではなくて鉄くぎなんかも錆びて痩せ細っているのが分かります。でこういう、まあ、工事に入ってですね、東京都から、まあ、渡された補強図面がこれになります。でこのように鉄骨フレームで普及した部材を支える計画でした。この鉄骨補強の図面を私は見て、頭の中で描いたイメージというのがあります。でこのイメージというのは、まあ、後の2011年から始まったウガンダの、まあ、東アフリカになりますけれども、世界遺産カスビオーボでの、かやぶき建物と同じようなものだと思います。で写真のように、まあ、本来はですね、木造建築だったんですけども、木、それが80年ほど前に、コンクリートの柱と鉄材の梁に置き換えられているわけなんですけども、その結果このように、80年経ってコンクリートと鉄骨で、かやぶき屋根を補強した結果というのは、屋根が落ち込んで、まあ、無残な姿になっているわけですね。このコンクリートと鉄骨、それとかや材の組み合わせというのは、大学フルマルの鉄骨フレームと豆腐のようになった普及した木材に置き換えることができると思います。そこで考えたのが、この強すぎる鉄材の補強ではなくて、伝統的な木造技法による補強でした。でこれは設計変更になるので、そのキャッチフレーズを作りました。それがここにある古い船の中に新しい伝統的な木造船を組み込んで補強するということです。その意味は、古い船と新しい船の二層を共存させて保存するということになります。この設計変更はかなり苦労したわけですけども、まあ、無事に承認されて、工事期間が3ヶ月延長されて、工事期間にも増額が生じました。大学福井丸の船体というのはこのような構造になっております。この構造に新しい船を組み込んでいったわけです。新しい修理方針による、まあ、これが修理の概念図でございまして、各区画ごとに修理方針が異なります。で次に、各区画ごとに、まあ、修理した方法を見てまいります。まず1メートル以上垂下してました船首部の構造補強です。垂下していた船首を持ち上げた後、内部に構造補強を施しました。で構造補強はこのように木材を使って柱梁を縦横に組んで、まあ、ジャングル事務場に、まあ、固定したわけです。またコンクリート課題ですね、これを前に伸ばして増設し、船首が垂れ下がらないように支えました。流骨したここですね、下には、まあ、連続した木製硬いを挿入して全体で支えるようにしました。まあ、土台を入れたようなものになります。でこれが船首の内部の補強状態です。本来はここにですね、船員室があったんですけども、ベッドも6個ほどあったわけですけども、これらは普及しておりません。構造補強を優先させているからです。次にこれが中央部の肋骨補強です。この部分は船体が潰れそうになっていて、鉄パイプで支えられていたところになります。ここの修理法は、まあ、腐れた古い肋骨をそのまま再保存し、その隙間に新しい補強肋骨を
組み込んで構造的に固めるということにしました。まあ、キャッチフレーズとした古い船の中に新しい伝統的な木造船を組み込んで保存した部分になります。つまり豆腐の湯に腐された古い船の中に今回の修理で作った新しい船の2層が組み込まれているということになります。で、船はまあ建築と違ってですね、全体が曲線からなっていますので、一見すると直線に見える部分もよく見ると少しずつ曲がっております。しかも同じ曲線のまあ露骨ではなくて一本ごとにも違っているわけです。社地建築がまあいくら曲線が多いといってもせいぜい軒部分の曲線です。しかも大きく曲がっているのは隅の木部分ぐらいしかありません。船だけはじゃあこのような曲線をどのようにして作るかというと非常にまあ簡単な道具でやっております。肋骨の片手では分度器と呼ばれるもので角度を取り、で角度を取りそれを片板に移し取っていきます。片板を用いて木取りを行い、これを造船用の帯の子で三次元的に製材を行います。一本の肋骨は位置によってそれぞれ角度が異なるので大変な厄介です。で、製材した肋骨はいくつかの部材を組み合わせた仮組みが行われます。合わせ肋骨という形式になりますけれども、まあ、部材はかなり大きいものですね。また曲がった部材を加工するときにも、まあ、大旦那は使えませんので昔ながらの長縄を使って、はつっていきます。で、肋骨の調整が終わったら船体に組み込んでいきます。船尾部分は特にこう、腐朽がひどくって、また羽出し部分ですね、ここ羽出しになります。もう大きいので全ての部材を新材に置き換えることによって、ことにして、解体修理を行いました。肋骨は1本ずつ取り外し新しい肋骨に置き換えていきました。修理で最も苦心したのはこの外板の修理です。で、それは放置された外観を残すという条件で、修理が始まっておりますので本来なら新材にすべきように腐れてるんですけども、その腐朽した古材をそのまま使わなきゃいけないわけです。で、そのために腐朽した外板を取り付けるための金具をいろいろ工夫しました。しかし外観が大きく変わってしまうので金具の使用はやめてやむを得ず現在の外板をそのまま使って修理する方法を考えました。その方法とは伝統的な工法なんですけども打ち込み釘を外板のこの赤み部分ですね、この部分に打ち込むやり方です。で、外板の赤み部分は、まあ、カロチで、釘の打てる程度の、まあ、強度が残っていると判断したわけです。で、釘をこの補強肋骨、新しく入れた補強肋骨に数多く打てばですね、総持ちとしてセンターとしての、まあ、強度を得られるという、ことにしたわけです。
でどうしても割れた外板などは取り替える必要ができます。で新しい外板はこのようにして蒸し曲げというやり方を行いました。ドラム缶で数十キロ発生させて、これで板を蒸し上げて素早く先端に取り付けるという、まあ、伝統的な工法になります。大幸福竜丸は、まあ、竜骨肋骨からなる溶線構造の船ですが、修理を通して、細部とかですね、細かいところとか工法では和船の技術を応用していることが分かってきました。また船は船の中では一体構造となるわけですが、その構造的要素としてこの甲板梁ですね、ビームといわれる甲板梁と、それから梁曲材、それからそれを送るための張り受け材というのが非常に重要な働きをしていることも理解しました。で肋骨や梁の構造的な、まあ、工事が終わって、次に室内の内装工事に移ります。内側に張る縄張板や天井板というのは待ち切る部分を除いて芯材を張りました。で構造的に重要な両極材は一部に古材の見本を残しましたけれども、大部分は芯材で、取り付けました。また鉄製の線橋というのは重量があるので、その下には、まあ、こう補強柱を立てて支持しました。それから板の張り方というのは船としてですね、水が漏らないようにしなければなりません。水密板にする必要があります。そのやり方というのはいろんなやり方がありますが、もうこういう船釘のやり方、船釘の使い方ですね、それからあの巻き肌を打つというのが、まあ代表的な例になります。最後に外板の芯材部分には周囲と調和させるためにペンキで古色のりを実施しました。でまた大幸福竜丸の船名を書き直しました。船名は、まあ、大変縁起を担うので、船名書き専門の方がいらっしゃって、その人に依頼しました。一時は当時で数万円したということです。で最後に、まあ、今後の暴風保存対策として、補足木材にはクレオソウと塗布し、古材にはキシラモンを噴霧いたしました。それで、このようにして完成したのが現在の大幸福竜丸になります。でこの大幸福竜丸は今回船井さんに認定されたわけですけども、まあそれは勝利した後も当時の船体構造ですねと古材が維持されておりまして、まあ、西洋型肋骨構造による現存する唯一の木造、カツオマグロ漁船としての評価を受けたわけです。それから、その後ですね、保存工事後の保存対策について簡単に見てまいります。昭和59年から令和2年までの34年間で、まあ、全体の約半分を占める期間になります。まず10年後の1997年には、古材から剥離が多く見られるようになりまして、この復旧材に対する眼振強化処理がの試行テストを
東京文化財研究所の指導で行いました。関心強化財の選定にあたっては、内部までよく浸透すること、それからあまり硬くならず再修理が可能なこと、硬化後に光ってしまう光沢を残さないことなどの、ちょっと厳しい条件をつけて行いまして、その結果ポリサイトを採用しております。このポリサイトというのは天然漆系の、植物系と言っていいんでしょうか。油性合成塗料で、艶消しになります。処理の結果というのは現在のところ大変良好な状態で残っております。翌年の1998年には上甲板と甲板梁の補修工事を行いました。これは展示館の屋根からですね、雨漏れしてしまい、木材が腐朽してしまったためです。このように雨漏りがあるとたちまち構造材まで腐朽してしまい、その補修には多大な費用がかかることになります。それから2016年には選対等保存検討委員会ですね、今回皆さんが見えられている専門の方が5人、委員となられて検討しております。この委員会での検討機構は NGM も含めた項目で、今後の取るべき対策について検討しております。で、検討委員会はおおむね1年に一度開催されておりまして、今までに5回開かれております。そこで検討された事項というのはここに挙げておりますけども、ちょっと説明を省略いたします。これからこの検討委員会で行った主な活動を見てまいります。で、ここに挙げた船体の三次元測量ですね、これは将来の保存活動において極めて重要なものになります。今まで3回測量が行われ、今後も定点観測として毎年実施していく予定になっております。測量の成果というのはこのように船体の変形箇所ですね、この色によって、分かります。それから変異量などが色彩によって示され、その量も数字で示すことができます。で、どこでどんな動きがあるか分かるので、これをもとにいろんな検討が可能になります。それから展示館、それから船内ですね、それの環境調査も行われております。これは2010年に行われた成果をお見せしておりますけれども、約半年間6ヶ月の温湿度を船体上部、船体下部のデータを取っております。この調査は現在も行われておりまして、船外だけではなくてですね、船内の温湿度とか、それから展示館内の大気成分なども含む環境調査を行っております。最後に今後の船体保存に関する検討事項について概観したいと思います。それはここに挙げた大きく4項目があります。その中で展示館の環境改善、船体の変形、浮遊材の取り扱いについて簡単に見てまいります。まず展示館についてですけども、現在の展示館は船の展示館としては大変デザイン的にも素晴らしい建物なんですけども、古い木造船の保存施設としては正直言って適当ではございません。破損が進行する原因ともなっております。
で以前ですね、10年ほど前に展示館を解消する提案を行いました。でこの中で棟の上に屋根を新しく設けることとかですね、開口部の紫外線防止対策をすることなどについては、まあ、既に実施されております。しかし根本的なことは解決しておりませんので、これからの課題になります。次にセンター構造の変形についてですが、福竜丸は陸上に固定されているので、建造物などと同様な変形が生じますが、視点がこのように一点だけなんですね。非常にこう変形しやすい状況にあります。その変形にはここにあるように、スイカ、つぶれ、はらみ出し、ねじれなどが生じてまいります。それから先日の宮城沖地震では、震度4でしたけれども、被害は出ませんでした。から10年前の東日本大震災では、江東区の震度は5強ということでした。しかし大きな被害は受けませんでした。船体の変形については後に、構造の専門家であります古川さんから説明していただきます。船体の変形を見るには、前にも紹介したように3次元測量というのが非常に有効になるわけですけれども、この3次元測量でですね、初めて正確な側面図ができました。でこれを野鳥にして日常的な破損の記録ですね、日記がつけられるようになったわけです。この記録と3次元測量の画像を付き合わせることによって、通面的な動きが把握できるようになります。それから船体内部に大量に保存されている、豆腐のようになったくされた部材がですね、大きな問題になります。それに錆びて細った、鉄材なんですけども、これはオーセンティシティにとっては重要な要素になりますので、その維持が必要になってまいります。以前に岩石強化のテストを行いましたけれども、板の内部に書かれている肋骨などの部材にはなかなかうまく施工できません。船体内部のこう壁板ですね、それを剥がすとこのようにたくさんの古材が詰まっております。これらは人の動きによる振動や空気の動きなどで次第に風化剥離が進行していきます。この板を剥がして岩石強化処理を施すことは船体にいろんな影響を及ぼすことになるので、大変困難な状況であります。これが最後になりますけれども、木造構造物というのはですね、適切な修理が行われれば、理論的には永遠的に保存が可能になります。例えば法隆寺のように、100年以上も前の古建築が残っているのは、適期的な維持修理が行われているからです。これが法隆寺の修理の歴史になります。だいたい100年から200年間隔で根本修理が行われていることがいろんな記録から分かっております。福竜の丸の場合は、ちょっと特殊な条件下にあるので、建築よりも修理時期が短くなるということが考えられます。私はですね、福竜丸とほぼ同じ昭和21年の生まれでありまして、75歳になります。
私はそんな時に、そんなに長く生きられませんけども、福竜丸はですね、このように適切な維持管理を行えば法隆寺の建築と同じように、永遠に生きられるはずであります。以上で私の報告は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。続いて3名の講師の方からお話をいただきたいと思います。まずはじめに、今二藤さんのお話もございましたように、今日は第五福竜丸の船体と保存検討委員会の専門家の方々にお見えいただいておりますので、まず最初に古川博さんです。建築の構造設計がご専門で、安芸構造設計事務所を主催されております。それでは古川さん、お願いいたします。日頃はどちらかというと建築の構造設計をしておりまして、お船は門外漢ということもありますが、一応建物と同様に、第五福竜丸の、建物の重量ですねを知らないとどうしようもないので、とりあえず福竜丸の重さを試算をしてみました。だいたい甲板の上と甲板の下ということで重量を算定してみますと、甲板の上がですね、木材、いわゆる甲板などの木材が 185.7kN で、新たに付加された鋼材を含めて 185.8kN で、甲板から下の主に木材の重量が 591.1kN で、合わせて船体の総重量としては 964.6kN でございます。この946kN がもともとは海に浮かんでいた状態でしたので、例えば先端の船首とか船尾については海水から出ておりますので片持ち針の要素になりますけれども、中間の部分については船体の自重と浮力が基本的には釣り合っている状態なので、船体に発生する曲げモーメントとか船団力はそれほど大きいものではありません。ただ船体が海中にあるものですから、基本的には水圧にある抑圧を抑力を受けますので、それは基本的には肋骨と外板で、基本的には肋骨の曲げでもって負担するという状況でございますので、外板が基本的には水圧によって曲げられるという状況と、曲げによって生じた今度肋骨の方に同じように曲げでもって船が携帯を保持しているという状況になりますので、ここで外板と肋骨とをつなぐ釘やボルトについては基本的には引っ張り力を受けているので、ここの部分の浮き部分についてもそれほど大きな影響はなかったのですが、今度は常設展示されたという状況になりますので、建物の船体の自重がここで言うと約5箇所の視点で受けることになりますので、船体にここの示したような曲げモーメント、かなり大きな曲げモーメントと船団力を受ける結果になります。真ん中で見ますと、右の方ですけども、こういうところに、船体のフレームがありまして、曲げを受け持つのが基本的にはこういうところですね、甲板の両脇にあった補強材と、キールといわれる、竜骨で曲げを受け持ちますし、で、ここの肋骨と外板のによって船団力を負担しますので、そうすると、外板のところに、こういうように船団応力による変形が生じます。これはどういうものかというと、外板の板と肋骨の間に船団力が発生しますので、そこに浮球部があると、釘が効きづらくなって、船体が変形して落ちてしまう、少し垂下してしまうというのは多分このような原因ではないかと考えています。
増上に展示されますと、まあ、地震によっても外力を受けますので、地震についてはこの船体は3箇所ですね、3箇所ここですか、3箇所の支点によって、支えられておりますので、横方向の水平力に対して船体自体が、このようにですね、曲げモーメント大きな曲げモーメントを受けることになります。で、まあ、例えば最大でいうと 172.3kN とか、その船団力としてはちょっと見づらいんですけども 51.5kN の船団力というようなことを受けます。で、結果として、断面に合わすように、先端甲板の上の重量が水平力を受けますので、基本的には船が支点の上に支点反力という格好で、水平力でいうと 96.7kN の、水平反力と自重を受けるわけです。ただこれが水平力を受けますから、 ある大きさになりますと今度ロッキングしだすことになります。そのロッキングした時の、外力として計算をしますと、震度でいうと、0.31G ぐらいになりますので、この前の地震ではようやくここまで行くか行かないくらいになったと思いますけども、実際これを超えてしまうと船がロッキングしますので、ロッキングすることによって衝撃力が発生し、破損の原因になるのではないかというふうに考えられます。で、最後に、第五福竜丸の耐久性と保存と修理、我々から見た格好で言いますと、文化財の建造物としては、性能保存の観点から一部の部材を取り替えて修理が行われて、なおかつ見学者の安全確保のために、文化的価値を考慮しながら耐震補強も行われております。ただこの第五福竜丸に関して言いますと、被爆した木造船として、唯一無二の木材で、構成されているということを考えれば、多分取り替えることはできないだろうなというふうに思います。そこで、実際も地震力とかそういう受けた場合を見ますと、例えば先ほどの日東さんの写真にもありましたけれども、こういうコンクリートの瓦台の上に、この中心に船団変形が左右にしていると、これがだから船団力をうまく伝えきれてない原因になるわけです。同じようにした船倉の方を見ますと、外板がめり込んでいる状態になっています。こんなような状態ですから、もともと船で、この船というのは肋骨があって外板があってビームがあって、こういう閉じた形になっているんですけども、この状況、この船体は一部、甲板に開口があったりして多少水平力の伝達に問題がある部分があることが分かります。同じように普及のことですけども、もともと肋骨のところに、外板や内板が釘止めされているものですから、形を保持するという意味で言うと、このように釘の先端ですね、肋骨に対する釘の先端が形態を保つ上で非常に重要なのですが、この釘の性能が落ちますと接合部の性能が落ちまして、外形のいわゆる形ですね、形を保持することが難しくなっていると、多分今はそういう状況にあるんじゃないかというふうに考えています。これらをどうするかというのはこれからの問題だと思ってますけども、非常に難しい問題かなというふうに感じております。以上でございます。古川さん、どうもありがとうございました。ご質問はまた後でお受けしたいと思っておりますので、続きましては庄司邦明さんです。庄司さんは東京海洋大学の名誉教授で造船学がご専門でございます。実は私たち第五福竜丸展示館のスタッフは庄司先生が海洋大学で教鞭なさっていたときに市民講座を開いておられまして、そこに応募をしてニットさんもお誘いしてですね、
市民講座を何回かお受けしまして、それでいろいろな形で専門的なことを教えていただく中で、今は船体保存と委員会にも参加していただいていると。それとこの船遺産の認定につきましては庄司先生にいろいろなご助言をいただいたり、ご尽力もいただいております。先生よろしいでしょうか。パワーポイントですかね。これはスライドショーでいいですね。それでは庄司先生お願いいたします。庄司でございます。本日はちょっと発表の機会を与えていただきましてどうもありがとうございます。簡単にこの船遺産になったということで、福竜丸だけではなくて、国内外の、保存されている船舶がどんなような状況かっていうのとちょっと見ていただくのと、あとはこの先ほどからも出ておりますが、西洋型 の骨組みの構造ですね、そういうのがどんな日本の和船と比べてどんなふうに違うのかっていうあたりを中心にちょっと発表させていただきます。簡単に写真だけ見てます、国内外にも、これだけじゃないんですけども、いくつかの保存船がたくさん展示されておりますので、実際に見ることができると思います。この中でちょっとダブってはいますが、赤いのが国の重要文化財になっている日本丸、明治丸、氷川丸、その他にちょっと小さい船もあるんですけれども、あとは船遺産になった第五福竜丸とか運用丸、海洋丸、何屋丸とかですね、そんなようなやつがございます。で、明治丸は割とこの会場の近くにありますが、鉄の船ということで保存されております。細かいとはちょっと飛ばします。運用丸も当時の船として、屋外に展示されております。で、あとは横浜の行きますと、この氷川丸が重要文化財で見ることができます。また日本丸も重要文化財になりまして、これも見ることができます。この辺が東京横浜あたりにあるいくつかの保存されている船舶になります。で、いくつかまとめますと、日本の国内でいうと、こんなふうに明治丸から、1874年に建造されたものから1965年に建造されたぐらいのものまでありますが、その中で第五福竜丸がこの戦後の、保存されている船舶ということになると思います。最古の船としてはこの紀元前2550年、実際にこれが海っていうかナイル川ですけど浮かんだかどうかはちょっと怪しいんですけれども、一応現存する船としてはかなり古い船として、多分一番ぐらいじゃないかと思いますがあります。ちょっと目立たないんですが、ギザのピラミッドとスフィンクスの間にこういう間にですね、こういう右下の変な建物がありまして、その中に保存されています。で、これも古代ローマの船がマインツの方まで行って、ライン川の方ですね、そっちの方に行って、もうこれ骨組みだけなんですけども保存されているのがあります。ローマ時代なんで紀元後ちょっとぐらいのところかと思います。アメリカに到達した船としてはバイキング船が木造の船としては、保存されていて、だいたいこれが1000年ぐらいですかね、今から紀元後900年とか1000年とかそれぐらいの頃の船が、こんなふうに、保存されています。で、これも西洋型とは言えるんですが、ちょっと構造的にはどっちかっていうと骨組みがしっかりは作られていないんですが、これでアメリカ大陸の方まで行っております。で、あと木造の船としてはこのフラムっていう北極探検 の船がありますが、これも保存されています。ちょっとマストはてっぺんの方を省略していますが、下の船体を中心に保存されていると思います。北極探検の船なんで磁石が北を向くとか、それが種なんで木造の船として作られています。で、その他あとグレートブリテンというのがイギリスに保存されていて、これは鉄の船ですね。それからグレートブリテン の断面構造を見るとこんなふうになっているんですけど、この特徴的なのはこの外板っていう船体の外側の内側にずっと少し太い線がありますが、それがフレームっていうので、これがあるかどうかっていう、それ以外にもいろいろありますが、西洋型 の構造をしているかどうか、
こういうのが船の構造になっていて、それに、まあ、ちょっと極端ですけど外板を貼り付けて船を作る構成しているかどうかっていうやあたりが違うと思います。西洋型と言っている和船と違うところだと思います。でその他カティサークなんかもこうやって保存されていて、最近っていうか燃えた後またそのありますけれども、そのまままた保存されています。で国内では、まあ、古い船としてはこういうマルクビューナーありますが、この木の船としてはもともとは単独の材料として使われているわけですが、そのだんだん大きくなってくると一本の木では賄いきれないので、こういうようないくつかの 板を組み合わせた構造になってくるということです。これは実際に浮かべてみたということです。まあ、小型の船としてはこの辺で桜祭りをやっておりますが、こういうふうな和船で眺めることができると思います。和船をですね。で第五福竜丸はもう先ほどから説明あるようにこうやって木造の船で、この船尾のプロペラの周りのところなんかも非常にきれいに木の材料で作られていると思います。で細かいことはちょっと省略しますが、本日はこの3月1日の水爆実験と関係してシンポジウムを開かせていただいているということでございます。で大きさとしてはだいたい100トンぐらいの船で、長さが30メートル弱ということになると思います。でその目的としてのこの船体構造なんですが、これで右側の図が西洋型、まあ第五福竜丸なんかもこれにあたるんですが、この左側の船とが和船の構造で、これと違うのはどっちかっていうと和船の構造はこの外板を中心に船の構造を船の全体を組み立てられているんですけれども、西洋型の船はもちろん水が中に入ってこないために外板は必要ですけれども、その内側にフレームとかビーム、船の横の方にですね、横の方に行くビームとかそういうものが作られていて、そこにまあちょっと極端ですけど外板を貼り付けているみたいな、そういうふうな構造になっているのが和船と西洋型で、和船はまあそういう意味ではいくつか残っているっていうのもありますが、西洋型のこの木で作ったこういう西洋型の船としては非常に珍しいということです。でこの福竜丸の肋骨の構造なんかもこれ見ることができますが、こういうふうに外側の板の内側に、フレームっていうものが作られている、肋骨が作られているというところが違うと思います。ちょっと名称的なやつはちょっと省略しますが、まあ、このように西洋型の船が木で作った西洋型の船が保存されているということは非常に貴重なものではないかというふうに思います。先ほどの日東さんの話にもありますように、鉄骨のフレームにしなくて非常に私としてはありがたかったなというふうに思っております。どうもありがとうございます。庄司さんどうもありがとうございました。今庄司さんのお話の中で、フロム号というヨーロッパでですね展示されている保存されている船のことがちょっと紹介されておりましたけど、実は第五福竜丸展示館を建てることが東京都が建ててくださるということが決まったときに、保存のために作られた財団の会長は三宅康夫さんでしたけれども、三宅康夫さんや檜山芳雄さんが相談されて、ヨーロッパのですねにお仕事で行かれたときに、ヨーロッパで保存されている船の博物館をいくつか訪ねて、そして福竜丸展示館はどのような形にしたらいいのかというようなことで調査をされたことがあります。そしてフロム号は第五福竜丸展示館の今の外観と非常によく似た三角形のですね建物、つまりマストが高いので三角形にこう作るという形ですね、それを参考にしようということで東京都にも提言したという記録が残っておりまして、まあ、それをちょっとご紹介しておきたいと思います。続いては中山俊介さんですけれども、東京文化財研究所の特任研究員で今いらっしゃいますけれども、近代文化遺産の保存科学をご専門にされています。中山さんには
今今回船井さんには船体と同時にエンジンも船井さんに認定されておりますけれども、エンジンご承知のように大変劣化が進んでおりまして、まあ、船も大変なんですけれどもエンジンも大変だというところで、いろいろその修復や今後どう保存していくかというようなことで、まあ、ご助言をいただいたりしておりまして、私たちもそれでを参考にして取り組んでいるというような現状がございます。それでは中山さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。東京文化財研究所の中山でございます。まあ、一応船体の保存検討委員会の委員もさせていただいておりますけれども、まあ1年に数回第五福竜丸の方を訪れさせていただきまして、まあ船体の保存、それから今安田さんからもお言葉ありましたエンジンの保存ということで見せていただいております。で、まあ昨年の夏ですかね、安田さんと橋本さんの方から船体の普及ですね、船体の普及とそれからカビがちょっと心配なんだけどというようなお話いただきまして、現地の方を見せていただきました。まあ、私どもの研究所にもカビの専門家っていうのがおりますので、一緒に連れて、見せていただきました。で、まあ、その当時っていうか去年の夏の時点で、まあそうだな、普及に関してはまあそこそこまだ今のところ大丈夫でしょうかねというようなことと、あとまあ虫がついてるんじゃないかっていうような話、心配もございましたので、虫に関してもまあ船内かなりの部分見せていただきました。まあ通常であると虫が食うとですね、まあ、もちろんあれなんですけど船体っていうか木材に穴が開いて、であとその木を食べたカスみたいなのがこう下にポロポロ落ちてたりはするんですけれども、一応その時の感じでは今のところ大丈夫じゃないのかというようなお話でした。で、まあ一応そのことをまあ館の方にもお伝えしておりますし、ただ先ほどのニトさんのご発表でもありました、館内の保存環境がかなり悪いんじゃないかというようなお話ありましたので、一昨年でしたっけ、館の断熱材の修理なんかをしていただいたので、まあ昨年の夏からですね、この2月の上旬までの間、ちょっと船体の中、内部のですね、温湿度の計測をちょっとさせていただいております。でその結果、まあ、場所が、まあ、こんな感じで、船体の中というと船員室と、それから、3番がエンジンルームですかね、で4番が、まあ、船首の方のちょっと小部屋の中ということで、まあ船の外に関しては先ほどニットさんがお示しいただいたような温湿度の計測やってるんですが、船内というのはやっておりませんでしたので一応、撮ってみました。でまあ、1番というのはこれは船員室の中ですけども、まあ、左の方が夏ですね、最初の方が夏、7月です。で右の方へずっと来るに従って、まあ、今2月の上旬まで取っております、図示しておりますが、まあ、温度に関しては、まあ、季節なりに、それなりに落ちてきていると。で湿度に関してはその赤い線ですけれども、まあ、かなり夏頃7月8月9月ぐらいまでは 70% 前後で推移しておりますが、その後9月末から10月ぐらいから、まあ、60% 台からまたさらに下がってくるというような感じになっております。で、次の3番、これはエンジンルームですけれども、エンジンルームもまあほぼ似たり寄ったりというような感じですね。で4番も、まあ、先週部分ですけれども、こちらの方も似たり寄ったりと、まあ、大体季節なりに変動しているというような感じになっております。で、これに関してまあどうするかっていう、まあ、どうするかって言っても、今のところその断熱材云々とかですね、そのいわゆる建物の構造が変わらない限りは基本的には変わらないんですけれども、まあ除湿を木を回すとかですねっていうような話も当然あるわけですが、
実際ですね、相対湿度が 70% あるいは 65% を超えてますと、カビの発生がやっぱり心配されるということがございます。で、カビが発生するっていうことは、やっぱりそのカビが、まあ、木材に発生するわけですけれども、その発生したカビを食べに来る虫っていうのも実はいるんですね。ですので、できればですね、9月の末から10月の初めぐらいに一度その船体の木材の表面を清掃する、相対湿度が下がってきた時点で清掃を入れると。で、一遍清掃すればですね、次、次の年、まだこの今のお示した結果、実は梅雨の時期を経ておりませんので、これからまだ計測しておりますので、この今年の梅雨を過ぎてまた夏で秋にどうなるかっていうのをまた当然見なきゃいけませんけれども、その秋口に清掃してっていうことを毎年こう繰り返していけばですね、その発生するカビの面積がだんだん減らせる、徐々に減らしていけるというのはあるんじゃないかというふうには思っております。で、もうちょっと心配なのは、本当はですね、その温湿度と、それ温湿度のその乱高下っていうんですかね、極端に大きく変わるっていうのは文化財にとっては良くないというのが言われておりますので、今回この先ほどの季節ごとの中の代表的な1日の変異というのを、ここにお示ししております。1番が繊維質ですけれども、これを見る限りですね、1日の間で大きくなんかこう温湿度が乱高下するっていうような状態ではないんですね。この辺に関してはちょっと不思議だなと一瞬思ったのは、今の缶の体制ですと、缶の方々が朝来て、空調を入れられる、で夜夕方お帰りになる時空調を切られるということがあるので、その缶内のその空気はそれによってある程度こう影響されるはずなんですが、船内に関しては多少の出こしゃくはありますけれども、そこまで大きくこう変わらないということは、やっぱある程度その多孔質の木で囲われている空間で若干こうなんていうんでしょうね、クッションが入ってるというのか、そこでこう調整されているという部分もあるのかなというようなことはちょっと感じ取れます。で、これはエンジンルームですね。エンジンルームはちょっとまた空間が大きいので、夏に関してはちょっと相対湿度が少し踊ってます、1日の中でですね。で、船首部分は、こちらもそこそここんなもんかなというようなことがありますので、来年の秋ぐらいに一度その清掃というか、それを入れていただければなと。1回で済むとはもちろん言いません。毎年その時期にやっていただくというのが効果的かなというふうにも思います。それから先ほどお話ありましたエンジンの件ですけれども、エンジンについてはですね、28年間その海中の中に実は沈んでいたエンジンを引き上げてきて今の場所に展示しているという状況になっております。で、私が東文献に入って、ご相談いただいて、でその、それの以前からですね、実はそのエンジン錆びるんでっていうことで、毎年1回担任さんを塗るんっていうことで、担任さんを塗っていただいて、今も塗っていただいてますよね。で、担任さんっていうのは実は活性化してるサビ、茶色く活性化してるサビと反応して一応被膜を作るというふうに言われているものです。で、実際に被膜はできるんですけども、ただその被膜そのものがその完全にサビを抑えきるかっていうと実は抑えられないので、本当言うとその担任さん塗った後で上塗りをかけるともう少しこう効果があるのかなとは思うんですが、このエンジンに関してはですね、先ほど申し上げましたように28年間海中に没してたという歴史があって、一般的に言うと、ちょっとこれ本当か嘘かっていう部分もあるんですが、やっぱり海中に没した期間と同じぐらいこう真水の中でこう塩抜きしないと塩が抜けないんだよって言われているっていうことがあります。で、
ただこのエンジンに関してはこちらへ持ってくる前にほんの数ヶ月間の塩抜きをしただけの状態で持ってきてしまったっていうことがあり、なかなかその錆の進行が止められない状態です。で今ここにお示ししてありますように、これは私が撮った写真ですけれども、2002年の2月に撮ったシリンダーの状態、それから2011年、まあほぼ9年後ですね、9年後に撮ったこのシリンダーの状態で、このひび割れの量が全く違いますよね。まあ、やっぱりこんだけ錆が進行している、これはエンジンのシリンダーの中にピストンが詰まった状態で、そのピストンも錆びて膨張していってるので、シリンダーを押し広げているっていう状況なんだろうと思うんですが、まあこれをなんとかしないとっていうふうにはずっとご相談をいただいておりますが、まあ実は仲間内ではこれはもう滅びゆく遺産だねっていう話にはなってるわけですけども、ちょっとこれ止めようがないんですね、実際には。もう本当に申し訳ないんですけども止めようがありません。でこれまあ一つの手として、まあレプリカ作ればっていう話ももちろん差し上げました。でレプリカ作ってそれがどうこうっていう、そのレプリカ自身のいい悪いはちょっと別にしていただいて、まあそのエンジンっていうものを見せるということであればレプリカでもよかいいかもしれない。ただもうその先ほどニートさんのご発表の中にもありましたオーセンティシティということを考えれば、今のエンジンをそのまま見せていく。で、まあ、あと見学している方のに危なくないような形で、今、まあ、バンド巻いてバラッとこう崩壊しないような形で、見ていただいておりますけれども、まあ、まんまの形でもう崩れるまで見ていただくというようなこともありかなと思いますけれども、ちょっとこうあれをもう本当に何とかしてって言われても私ももうごめんなさいって言うしかないので、それに関してはまあここで謝っておきます。ちょっとすいません、長くなってしまいましたが、一応私の発表は終わりとさせていただきます。ありがとうございました。中山さんどうもありがとうございます。別に中山さんの責任で崩れているわけではないので、またあのエンジンをどうしていくかで、また現存する形が残っているエンジンとしてはあれただ1台なんですね。実はエンジンの作りました新潟鉄工が一昨年ディーゼルエンジン製作から100年目ということで、記念の冊子を作りましたけども、その中にも福竜丸のエンジンが掲示されておりますけれども、400台ほど作られた、要するに終戦直後に、日本の復興期に活躍をしたディーゼルエンジンとして非常に貴重なものだという位置づけがされておりまして、形が残っているのはただ一つであるということなので、なんとかあのままの形でずっと保存することは無理だとしても、記録も含めてですね、継承していけるようなことを考えていきたいなということは思っております。保存検討委員会にはもう一方筑波大学の松井俊也さんがいらっしゃいます。文化財保存科学のご専門家でございますけれども、松井先生は大学の関係で今日こちらにお見えいただくことができませんで、皆様によろしくということでございましたのでご紹介だけさせていただきます。で、これから10分間休憩を取らせていただきたいと思いますけれども、オンラインで、視聴なさってくださっている方、ご質問があればオンラインのですね、ページの下の方に質問を入れるコーナーというのがございますので、そこからご質問を送ってくだされば時間の許す範囲で、お答えしたいというように思います。それから会場に来てくださっている方にもご質問があれば、この休み時間10分間ございますので、ご質問をちょっとメモにして、出していただければありがたいと思います。それでは10分間休憩いたします。どうもありがとうございます。14時40分に再開いたします。それでは皆さん再開したいと思います。残り時間が少なくなってまいりましたけれども、時間の許す範囲で
いくつかのご質問にもお答えしていきたいと思います。まずオンラインで視聴してくださっている方から質問が来ております。保存方法としてガラス繊維を吹きつける方法がありますが、メリットデメリットはいかがでしょうか。第五福竜丸に適用は可能でしょうか。ご質問の内容なんですけども、ガラス繊維というのがちょっとあまりはっきりしないんですけども、まあ、こちらは FRP とかなんかそういう科学的新しい素材かなと思っております。それから対象が、エンジンなのか、それとも、船体の肋骨などのああいう腐れた部材に対しておっしゃったのかがはっきり分かりませんけれども、私の方からはその肋骨木材の普及部分に、FRP とかなんかそういったもので、吹きつければ強くなるかどうかという問題なんですけれども、それには正直言って文化財の方ではガラス繊維での処理ということは考えたことはございません。ただ地震等で木材が毀損したり折れたりですね、そういった場合には構造補強として部分的に、そういった FRP とかいろんな炭素素材とかを使った例はございます。欠点、大きな欠点があると思うんですね、使われない理由として。でそれは、部材としてのこう呼吸が、木材の場合には呼吸が必要なんですけども、空気が遮断されてしまいますので、そういった湿度やなんかの呼吸ができなくなってしまう。それからもう一つが、固まってしまいますとそれはもう取り外しができないような強さを持っています。文化財の修理というのはやはり、今の最後の方でもお見せしましたけども、適切な修理というのが必要なんですね。それができなくなって再修理ができなくなってしまう修理法だと私は思いますので、私はちょっとそういったものを使うというのはどうかなと考えております。はい、エンジンに関しても基本的には変わらないですね。FRP を使うということで、まずメリットデメリット、メリットとしてはある程度まあ強度はあるんじゃないかなとは思います。ただ鉄がこう膨張していく力に耐えられるかどうかっていうのはちょっと不安なところがあるかなと思います。それから一度つけてしまうとですね、そのエンジン自身が実は見えなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。でそれで保存してると言えるのか、見ていただかない状態で保存してるって、意味があるのかっていうところはあるかなと思いますし、あと FRP そのものも実は耐久性かなり長いっちゃ長いですし、 FRP の廃材処理が問題になってるぐらい強いっては強いんですけれども、やっぱり劣化はします。劣化はするので、劣化していった時にその何十年か後か知りませんけども、それを取り除くかなきゃいけなくなっちゃったっていう時にオリジナルを壊さずに取れるかどうかっていうところは非常に不安を感じるので、基本的には使いたくないかなと。まあ、なくなるよりマシって言われるとそうかもしれないですけども、基本的には使いたくないかなと思います。教会の理事をしている奥山と申します。大変貴重なお話ありがとうございました。それで先ほど構造について古川さんからいただいた貴重なご意見なんですが、まあ、簡単に言うとこう棒の上に大福を乗せたようなもんで、そのままこう垂れ下がっていくというお話だったと思うんですけれども、私いくつか見た野外に置いてある、まあ、木造船としては、先ほどから名前が出ている戦艦ビクトリアだとかカティサークなんかは、燃えた後の再建したカティサークを見るとほとんど、まあ、あれ、まあ、船の場合は何て言うんですかね、春の部分を主方向みたいので監督で押さえてますよね。でカティサークなんか今見ると
数年前にリニューアルしたのを見るとほとんども宙に浮いているような感じで、船底のさらに下にレストランがあるような状態で、であとビクトリアなんかもあれは木造船でかなり巨大な船ですけれども、やっぱり周りから太い木材で、ちょうど造船をしている時のように支えてるんですね。ですからもし、今の館の建物は、建築的にも非常に貴重なものだとは言われてるんですけれども、将来別の形があるとすれば多分そういったことも勘案した、施設が必要なのかなというふうに課題として受け止めましたが、その辺古川さんやどうぞご意見ございましたらお教えください。どうしたらいいかなってよくわからないのも確かですけど、やっぱり木造のああいう一体性のものを集中的に一点で抑えるというのはやっぱり無理があるのかなというふうに思います。例えばもう少し面的な要素で抑えていったときに、実際は今度展示との関係で見にくくなっちゃうかなという話もあるのかなと、その辺は今後かなり検討しなくちゃいけないかなと思います。私が一つ変なこと言ったのは地震の話をしましたけど、地震については例えば免震層の上に乗っけてしまえば OK なので、それはそれで簡単に解決法があると思いますけども、実際今度長期の荷重についてはやっぱり慎重な、支える場所の話とか、内部の少し補強とかそういう話がどうしても付きまとってしまうのかなというふうに思っております。以上でございます。質問で展示館の改修ということで、ございました。で、私が、いつも申し上げていることありますので、ちょっとここで紹介しておきたいと思います。船体を保存する方法については、古川さんの方からございましたように構造的な問題がございます。私が申し上げるのは環境的な感じですね。環境的な面から申し上げたと思うんですけども、やはり現在ある展示館は、改修いろいろねされておりますけども、まだ根本的な問題が残っていると私は発表で行いました。で、それは、一つはですね、紫外線をどうやって防ぐかということなんですけど、やっぱり木造にとって特に普及しつつある木造船にとっては紫外線とは非常に大きな問題なんですね。それが破損を加速させることになります。そんなことから三重県にですね、鳥羽の方に、海の博物館ですね、海の博物館というのがございます。あそこはやはりいろんなことを考えて作られている博物館で、それは土蔵のようなところにが収蔵庫なんですよね。というのは何かというと、光が入ってこない、何かの関係で人間が入る場合には照明をつければということなんですけども、ですから普通見学するための展示施設としてはなかなか難しいんですけども、やっぱり極端なことを言うとああいう光のない真っ暗な空間に置いておくのがいいです。それから展示館の床は土間なんですよね。土間というのは皆さんご存知だとは思いますけども、非常にこう調節湿度の調節機能がございまして、湿度 60% とかね、そのぐらいの程度保ってくれるものなんですよね。それから窓がないってことは温度が一定しております。温湿度がやはり木材にとって非常に大敵ですので、理想的には私からするとやはり窓はというだけ少なくしてですね、それで、湿度が適度に保っているような施設に作り変えられたら
やはり安心してその中に置けるんじゃないかなと思います、はい、以上です、はい。今もう一つ質問が参りまして、第五福竜丸船体、エンジンもそうですけれども、ちょっと性格がね全く違いますけれども、かなりやはり痛みが進んで、何らかの形で、抜本的な手を入れなければいけないという時期が、それほど遠い先ということではないんではないかと、どのぐらいの時期にそういうことが必要になるかという判断はどうでしょうかという質問、これちょっと難しいんですけどもね、ちょっと私から先に言いますとですね、これ今、東京都の福竜丸は、所有になっておりまして、東京都立第五福竜丸展示館に展示されている、建物ももちろん東京都です。で、東京都といういわば自治体が、公的な場所、社会教育施設として福竜丸展示館を維持管理続けてきてくださる、公共のものであるから、そして公立であるから今日まで保つことができてきたということも一面ではあります。ただ、しかし船もエンジンもどんどん傷んできていることは事実でありまして、それをどうしていくかということで、保存委員会も作っていますけれども、その辺で、日東さん、年限をはっきり切って、いつまでが限界だとはちょっとおっしゃりにくいと思いますし、それはなかなか定めにくいと思うんですけど、率直にお感じになっているところをちょっと履歴していただければと思うんですけれども、その前にですね、いろいろ私の報告の中で、3次元測量とか、さまざまなことを申し上げました、そういう調査を行っているのはどういう変化が船体に起きているかを調べることなんですね。その変化量が大きくなってきて、船としての構造が保ってなくなりそうになったら、やはり大規模なまた修理が必要になってくるだろうと思いますけども、こういう船の保存というのは、木造船の保存というのは多分初めてだと思うんですよね、ああいう状況で。ですから、正直言って予想はつきませんけども、私としては、できるだけ長く持っていきたいというのが、正直な話で、何年後には必要になってくることは、ですからその辺のいろんな調査の結果を見ないと申し上げられないところでございます。はい、どうもありがとうございます。私たちもこのままずっと大丈夫だということで安心して今展示館で展示をしているということではございません。やっぱりいろんな痛みが出てきているのは事実ですし、それを応急処置もこれまでも何度かやっておりますけれども、それを続けながら、しかし今から35年前に、まさにニットさんがとてもお若い時に、あの船のかなり大規模な補修を、東京都と相談をし、また東京都も実行してくださった、それで、それから35年経つ今も船が保たれているというふうに、専門家の方もそうおっしゃいますし、私自身もそれを感じております。ただそれは徐々にやはり、船が老朽化してきていることも事実でございますので、保存検討委員会の専門家の皆さんとも積み重ねまして、適切な時期に東京都にも報告をし、またご相談を重ねていくことが必要だろうということで今作業をしております。例えば3ヶ月とか半年で結論が出るということには、都との関係でもなかなか難しいと思っております。ただ10年20年このまま放っといていいとも思っておりません。そういう意味では都とも継続しながらしてご相談をしていくということと同時に、やはりこの船をなんとか長く守っていこうという世論も大事だと思っております。そういう意味では多くの皆さんに理解をいただくような発信や活動も第五福竜丸展示館として、第五福竜丸平和協会として進めていきたいというように思います。
それではあと 2,3 ご質問もございますけれども、時間が参りました、大変申し訳ないんですけれども、これで、今日の会話終わりにしたいと思います。